チャオ、あっちゃんです。昨日ね、100均でね、面白いものを買ってきたの。ホリエモンのね、31日カレンダーっていうね、このね、ホリエモンの日めくり名言カレンダー、結構これ面白くってね、で買ってきました。これ31日前のホリエモンの名言がいっぱい載ってるね。これもいろんな名言やんだけど、でその名言と、あとまあそれなりの解説なので、まず面白くってね、ちょ紹介していきましょう。1日から31日まであってね、このね、まあ、1日からいきましょう。大人になんてならなくてもいい。2日、やりながら学べ。3日、パクってパクってパクりまくれ。4日、ほっとけない孫になれ。5日、まずは自分にハッタリをかませ。6日、ノリで働け。7日、環境は選べるし変えられる。8日、我慢は百害あって一利なし。9日、行動せよ。そのことによって存在せよ。10日、タイムイズライフ。11日、言い訳をやめる。12日、比べるべきは過去の自分。13日、自分の時間は自分のもの。14日、勉強は無駄な時間をかけるな。15日、大事なのはギブギブギブ。16日、多動力を持て。17日、得意なことに集中しろ。18日、継続自体に価値はない。19日、嘘が一番のストレスの源、常に本音で生きよう。20日、ネガティブなことを考える前に動け。21日、努力はするな、はまれ。22日、自分が気持ちよくなるルールを作れ。23日、経験とは自分の足で踏み出した歩数。24日、自信には根拠なんていらない。25日、3つの肩書きを持てばあなたはの価値観は1万倍になる。26日、見切り発車は成功のもと。27日、猿のようにはまり、鳩のように飽きろ。28日、恥をかいた分だけ自由になれる。29日、永遠の3歳児たれ。30日、つまらない場所でも楽しく生きろ。31日、頭がいいというのは早いということだっていうね、名言が31個もとめるね。全部が全部、まあ、紹介はせへんけどね、この中でちょっとね、面白いなと思う何本か紹介していきます。でね、大人になんてならなくていい。本能のまんま生きよう。周囲の声に振り回されることはいけない。舞台のど真ん中でハッタリをかまそう。あっちゃんもそう思います。はい、やりながら学べ。これもね、とりあえずやれと。学んでから頭でっかちになるなと、あっちゃんもそう思います。ね、あと、まあ、全部が全部、この31個あるとね、ほとんどね、あっちゃんちょっとこうできるなと、オマージュできるなと思う。あっちゃんもやっぱホリエモンのことね、なんで好きなのかって言ったら、ホリエモンとあっちゃんちょっと年してるんだけどね、でもやっぱり尊敬できるなっていうのは、やっぱあっちゃんと考え方がよく似通ってんのよ。で、成功者なんで、やっぱ成功者っていうのは一風変わってなきゃいけないし、世間から、この人は素晴らしいなって、この人は正しいなって言われる人間では成功者になられへん。やっぱりこいつ変わってるわって言ってる人がほとんどやね。松下幸之助にしろ、本田宗一郎にしろね、もちろんビル・ゲイツ、亡くなったけど、スティーブ・ジョブズ、とかね、そういう人、もちろんアインシュタイン博士、ニコラ・テスラ、みんな変わった人ばっかりやねんね。だからね、成功者っていうのは変わった人が多い。ほっとけない孫になる。要はね、いろんな人がこう手助けしてくれる。だから結局、なんであんな底辺な、ね、で、なんかクソみたいな生き方してんのに、みんなが援助すんねん。じゃなく、援助されるっていうのは、何かほっとけへんっていうのがあんねんね。そういう人にならない。あっちゃんそれ言われた昔、メンターさん、ちょっとね、あっちゃん二回りぐらい上の人にね、お前は、可愛く生きろと。だから、ぶりっこしてプリティじゃないね。可愛く言うのは、ね、いろんな人がね、こう手を差し伸べないといけないっていう、そういうふうに思わせるような生き方をしろって言われたんね。はい、で、まずは自分にハッタリをかませ。要はね、
何か言ったらやりたいと思うことがあっても尻込みしてしまう。でもそれを何も考えずにやれる自分はできるって思う。要は自分にハッタリをかます、他人にハッタリかますんじゃなくてね、他人にハッタリなんて言わない、自分にハッタリかます。ノリで動け、もう今日はもうノリで行こう、あの楽しい面白そうって思ったら動け。あっちゃんもそう思う。それはもう見ての通りです。はい、環境を選べるしかない。なんか、目の前にね、嫌なことがあってもね、環境っていうのは自分で変えられるし、この世の中、だからそこで自殺をするなんてことやね。はい。我慢は100倍あっていいじゃない。そう、我慢するっていうことはね、我慢がいいっていうのは単なる誤解。日本人の間違った美学。今の時代必要なのは我慢できないほどやりたいっていう欲望をする力。だから我慢をやめようと。で行動せよ。そのことによって存在する。まあ、行動せへんかったら始まらへんと。確かにですよね。はい、言い訳をやめる、言い訳するってよく言うけど、言い訳したって他人によく言われるけど、言い訳は他人にするものじゃないねんね、自分にするもんやねん。だから、例えば、お金がない、時間がない、物を買えないっていう自分に言い訳するんじゃなく、やろって言い訳してもうまくいく人はやるかやらないか、やる決めたらやったらいい、やらへんと思ったらやらんだらいい。それに対して時間がないねん、お金がないねんっていう言い訳はいらない。それ他人に言ってるんじゃなく自分に言い聞かせてる言い訳やねん。そんな言い訳はいらない、で比べるべきは過去の自分。だからいろんなことやってきて、人と比べても何の意味がない。成長するのは自分と、自分の過去の自分と比べてどれだけ成長したかっていうことでね。自分の時間は自分のもの、自分のやりたいことをやる。他人に無駄な時間を使うのはやめようって、他人に振り回されずに自分の時間は自分で生きようと、勉強に無駄な時間をかけるなんてあれこれ考えて動かないんではなく、まず動くこと、そうすることに次ですることが決まってくるって。だから無駄に、ね、勉強するよりも、正しい情報、必要な情報だけ取り入れて見切り発車で知識をつけていく。だからエビデンスがどうとかこうとか言う前に自分が感じたこと、それも発信していく。それが正しいことなんで、大事なのはギブギブギブ、これは本当に、何でも得られるのに、惜しみなく人に与える。逆に言ったら他人から、押し付けは受けない、与え続けるだけでね。まあ、いただけるものはいただくけども、それ以上に必要のないものは受け取らないというね、ギブギブギブです。求めない。だから他人にアドバイスを求めないとかね、他人に余計なことを求めない。だからギブするのみ、多動性を持って、やりたいことは複数持ったら、いろんなことやりたいけどどうしようかって、いろんなこと全部やってもええやんっていうことね。得意なことにするよ、苦手なことするより得意なことだけをしたらええねん。苦手やからこうやめたでいいと思うね。継続自体に価値はない、継続こそ力なりっていうけど、継続で続けることでは、なく動き続けること。だからただ単に同じことの繰り返しよりも新しいことをやっていく、それが大事。嘘が一番のストレスの源、常に本音で生きよう。ストレスは時間の大敵、少なくとも自分に対する嘘、他人に嘘見たらどうでもいいね。他人が嘘ついたとかつかへんとかじゃなく自分に嘘をつかない。だから、自分に偽ってやりたくないなと思うけど、人の目がもう今のマスクでますよね、マスクやりたくないなと思いながらでもマスクをして、いやいや生きるよりも嫌なら嫌ならしない、しないしないで通す。それでもどうしてもしなければいけない時にはしないといけないけども、しなくていいって相手が言ってくれたらしなくても、それと一緒で、他人に嘘をつくよりも自分に嘘をつく。他人に嘘なんかついてもね、突き通したら本当になる。でも嘘、自分に嘘ついたら嘘ついてるのが自分は知ってるから、一番バレるのは自分やね。他の他人に嘘なんていくらついたってバレへんけど、自分に嘘つくのはバレる。それでストレスになる。あ、嘘ついたって後ろめたさで。だったらやりたいことをやり通す。他人に何言われようとやり通す。それが本当に嘘つき通す。嘘をつかずに、ストレスなく。あっちゃんはだから嘘つかずに自分のやりたいことをやってます。はい。ネガティブなことを考える前に動け。ネガティブなことが、できへんできへんよりも、できると思ってやれと。ネガティブなことを考えるのに時間の無駄です。はい。集中するな、はまれ。目の前のことに、猿のようにはまり続けようって。いや、だから努力をして頑張る。野球とかね、スポーツ、レースでもせんけど、頑張ってレースして次のコーナーで命をかけて曲がんねんじゃなく、楽しいなってハマったらね、自然と能力が発揮できないね。いやいや我慢しててもできない。それ昔のね、対空会系のノリってね、やってどうも苦手なのがそこやねんね。はい。自分が気持ちよくなれるルールを作れて、どういうルールにすれば面倒くさいを解消できるか常に考える習慣を持って、自分なりのルールを見つけて、
あなたはそれに平気なぐらいハマる、自分なりにルールを見つければあなたはもうそれに、半分ぐらいのハマり始めてるはずです。要は自分が楽しめる気持ちよくなるルールを作ったら賛同してくれる人が集まるということなんね、うん、経験とは自分の足で踏み出した歩数、うまくいったかどうかなどうでもええと、とりあえずどれだけやったかやらへんかと、うん、失敗してもええっていうことやね、自信には根拠なんていらない、根拠なく自信を持つチャンスをつかもうと、根拠ないからこそ、崩れることがない。根拠っていうのはね、根拠は崩されんのね。だからマスクが、まあ、マスクの今まで立てるけど例えるけどもね、マスクが正しいっていう論とマスクは正しくない、マスクは守れる、いや守れない、マスクの穴よりウイルスが小さい、そしたら結局根拠っていうのは崩されていくんだよね。さあほんとマスクはなんでしないといけないの、根拠がないのね、だから崩れる。でも根拠のなしにね、マスクしなくったって映らないんだっていう自信、それだけで十分です例えがおかしいけどね。要はね、崩れることのない根拠のない自信を持てっていうことですね。3つの肩書きは、これはちょっと意味わからへんねんけどね、あなたの価値は、あなたの代わりはいる限りあなたの価値は上がらない、複数の肩書きを持ってレアな存在の、ああそういうことね、まあね、 YouTuber って言ったら YouTuber いっぱい出る。で YouTuber の中でもやっぱりそういう、こういう話をする、こんな話をする、いろんな肩書きを持ったらそれと同じとはいけない、価値は上がるよってことやね。だから代わりがいてる商売というか何かっていうのはね、この人いなくても代わり誰かできるじゃんっていう人がおったら別に価値はないと。だから唯一無二であれと、そのためにもいろんなことを手を出せっていうことやね。見切り発車は成功のもと、これもあっちゃんよくすんねんけどもね、考えて考えて石橋叩くよりも、石か神かわからんうちに渡ってしまえと、ね、見切り発車はもう見切り発車したもの大体成功するんだよね。考えて考えてプランねったやつほど失敗するんよね。はい、猿のようにはまり鳩のように飽きる、好奇心と集中力が大事、この2つを身につけ、ハマって飽きるをひたすら繰り返す、あっちゃんです。はい、恥をかいた分だけ自由になれる、はっきり言おうって誰もあなたに興味がない、好きなように生きて思い切って恥をかこう。だからね、ロリータ着ようがね、お尻出そうがね、裸になろうがね、恥かくのは自分だけ、うん、それでやっぱりそんだけ自由になれる。だってかたくなにね、もうこの年になってそんなロリータとかピンクの服着て恥ずかしいっていう肩にはまってるよりも、好きに着てしまって一回恥かいたらあとは恥ずかしくない着れるんよね、うん、だって楽しいもん、それでいいのよね。永遠の3歳児ってあれ、新しいことに興味がなくなった時、老いが始まっている、いつまでも3歳児のような好奇心を持とう、まあ、永遠の13歳厚みです。はい、そういうことです。はい、ね、それをね、13歳アホちゃうとかね、何言うてんねんとかいうバカはね、頭が硬いね。13歳ぐらいの柔らかい頭に戻らないと、ただ新しく何も取り入れられへんのよね。そうなれっていうことやのにね、うん、つまらない場所でも楽しく生きる、人間力を磨くにはつまらない場所でも楽しく生きることを考えよう。おもろないなと思ったら何もおもろないね。おもろない中に面白いことを見つける、これやっちゃんよく言うことやけどね、うん、頭がいいということは速いということ、とにかくスピードが大事、速いことが頭の良さにつながる、うん、アホなやつほどね、口ばっかりで動けへんと、うん、だからね、やっぱりスピードが命っていうことで、ね、あちゃんもそれはそう思うね、うん、確かに。はい、まあそんな感じでね、ちょっとあちゃんホリエモンがね、結構賛同できることがあってね、まあまあ早口にたたったとちょっと紹介させてもらいました。それでも13分かかったね。まあそんな感じで何歩か飛ばしたけどね、見切り発車は成功のもと、価値観を変える、言葉、なかなか面白いんだけどね、まああちゃんはよく似てるというか、あちゃんいつもこんなことばっかり言うてるからね。だからホリエモンも結構やっぱり世の中では異端児って言われて、ね、逮捕されたりね、いろんなことがあったけどもね、あんちゃんはなかなか面白いんじゃないかなと思う。だからって、崇拝するわけでもなく、でもちろん 100% 堀井の言ってることが正しいとは思わない。やっぱ間違ってるっていうか、あっちゃんと違うことを言ってる、間違ってるんじゃない、あっちゃんと違うことを言ってる。だから他人が間違ってるっていう人は自分が間違えてるのよ。他人は自分と違う意見を述べる、違う意見を述べたらそれはそれでその人の価値観だ、それでええねんね。で自分の価値観を押し付けるんじゃなく、他人の価値観を押し付けられるんじゃなく、自分の価値観を持って生きる、それが一番大事なんじゃないのかなって。世の中自分の価値観を押し付ける人がいっぱいいてる、だから反論したりアンチが出てたり、アンチしてたって反論してるだけで自分に論はないのよね。他人の意見を反対するって猿でも何でもできんねん、うん、人の邪魔する猿でもできんねん、鹿でもできんねん、今でもできんねん。そうです、バカです。はい。はい。まあそういうことでね、やっぱりね、自分の論を論じていく。で、それに反対する人は離れればいいし、賛同する人は寄ってくればいい。それが世の中やねんね。
で、それで正しいなと思った人は正しい方向行けばいいし、間違った論を信じて間違ってダメな方向行く人はダメな方向行けばいい。それだけのことであって、うん、他人の価値観を否定するっていうのは人としてやっちゃダメっていうか、もうバカのすることなんで、うん、だから賢い人間はそんな他人の価値観を気にしているよりも、自分の時間は自分で作れと。そういうことです。はい。ということで、今日のあんちゃん、100均で買ってきたホリエモン日めくり名言カレンダー、ちょっと、ほじくってみました。今日のあんちゃんのホリエモン、カレンダー、よかったなと思ってくれたら、高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。これダイソーで売ってんねんけどね、ダイソー、この他にもなんかいろんなシリーズ売ってて、この人じゃない人とかね。うん、で、これを見てるとね、なかなか面白いしね、毎日こう日めくりで、その日、あ、今日はこんな日やな、こんな日やなって思いながら、こう自分を変えていく、価値観を変えていくって、それ大事だと思う。あっちゃん別にこれ面白いなと思って買っただけだから、別にね、毎日、あ、同じことだなと思ってんねんけどね、うん、中身分からへんかったけどね、もうこのね、これを見て、見切り発車は成功のもと、裏見てね、猿のようにはまり、鳩のように飽きる。もうこれ見た瞬間に、あっちゃんと一緒やなって思った。だから面白さやから買ってみてんけどね。まあ、ある意味ネタにさせてもらうので買ってみてんけどね。こんな感じです。で、これある意味というかね、これ子供が言うとってんけど、松岡修造カレンダーとこれと横に並べるとね、喧嘩売ってるみたいだって。全く真逆なことを言うてると。面白いよって言って笑ったけどね。これ結構売り切れ店で出ます。あちゃん昨日ダイソー2軒行ってたけど、1軒売り切れ てなかったんで、ね、ホリエモンカレンダー面白いんで、ぜひぜひ気になる人は110円なんで買ってみてください。はい、他にもね、いろんなの出てたけどもね、うん、こういうね、本でもそうやし、こういうカレンダー名言とかね、こういうのがね、意外とね、人生の指針になるんで、だから手真似しろとは言わへんねんけどもね、人生これを見ながら、自分に、って、なんかこう価値観変えたかったら、こういうのを見て、自分もこうやってみるのもいいかなと思ってやってみる。やってみてダメならやめて自分に戻りゃいい。それだけのことです。だから、人生楽しんだもん勝ちです。なんか書いてなかったかな。自分の人生は自分で作れと。どっかに書いてあるか分からないと思った。この裏か。書いてないね。まあ自分の人生は自分で作れと。あっちゃんは思うね。うん。だから、他人におるお任せるなーです。はい。自分の、旅は自分でしましょう。自分でハンドル握りましょうね。はい。他人に乗せてもとっても行きたいとこつきません。はい。自分で自分の舵は切りましょう。では、またね。バイバイ。今日のあっちゃんのホリエモンの、名言集のお話良かったよと思ってくれたら高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね。バイバイ。まあ頭凝り固まってね、否定するしかできへん人がこの世の中多い。だからこそそれになびくんじゃなく、自分は自分の道を歩く、する人が少ない。だから人生最後に、ああやり残したなって思う。だからやり残したなと思わず最後まで楽しめる。それが人生やと思います。